ははい皆さんこんこにちはネットトベースアナリスト横田修林です月初めに発表してます楽天市場、そして楽天トラベルの数字についてですね、今月もやっていきたいと思います。まずはこちらから見ていきましょう。どうぞ。はい2021年の11月と12月の数字が出ています。えー、そして1月の4日付でですね、あの次の数字が出ているんですが、 これまず見てもらうとですね、えー、楽天市場の出店数ですね、が55448から55576ということで増えていますと、商品数も323から335で増えていますと。 下の予約数も654から656で増えてますよと、まあ、口コミ数はこれ、累計なんで増えるしかないんですけど、ということで、まあ、あの過去ね、あの例に見ないぐらい、かなりですね、あの全部がプラスになってるという、ですね非常に安定した月だったんですが、果たしてこれが1月どうなったかということで見ていきたいと思うんですけど、はい、1月数字出してみたいと思います。はい まずですね楽天市場の出店数が55560ということでマイナス16ではありますがマイナスになったということでえ久しぶりのマイナスになりますねこれは2020年の4月以来じゃないかなということでえマイナスになりますそして商品数も335から333ということでこれもマイナスになりましたとそして 宿泊数も656から607ということでマイナスになったということで、まあ、口コミ数は累計なんで増えますけどということで全ての項目においてマイナスになってしまったということになりますでは、えー、別のスライドを使って説明していきたいと思うんですが はいえまずねあのー、楽天市場の出店数に関して言えばまあね今回はそのマイナス16なんでままあ、まあそんなに気にしなくてもいいのかなっていう気はするんだけどただねこの伸びしろを見ていきますと例えば去年ぐらいだったら1ヶ月あたり4500ぐらい増えているようなイメージだったのが今年に入っては今年というか去年ですね去年の2021年は。 300ぐらいとか200ぐらいになっていて、だん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 ちょっと伸び率が減ってきていて、プラ,プラスはプラスなんだけどね、伸び率が減ってきていて、そしてついにこの11月、12月ぐらいから189九て100台になってきて、そしてマイナスなので、ちょっとあんまり雲行きとしてはよろしくない感じですよね。 で、えー、過去にもですね、ここに2020年の4月と2018年の2月にマイナスになっているんだけど、まあ、それを除けばずっとプラスになってるわけなんで、たまにこういうマイナスがあるぐらいだったら、まあね、そんなに問題はないと思うんですけど、これがね、続けてマイナスになっていくようだと問題かなと思う。2ヶ月連続っていうのはしばらくないんですよ。このののののの前っていうのはあの例のですねヤフーショッピング無料化の時の になっただけでえ最近はこのね、えおとなしい感じになってるのでちょっと来月の数字が結構大事かなって気はしていますで今度右側の方の楽天トラベルの数字を見ていきたいと思うんですがえっ、ー、と1 2月の数字としては607万っていうのはませ、あ、ん前年度ですねよりもプラスになってる。まあ、前年度はねちょうど緊急事態宣言が出てきたりとかして結構ねあの今年の今の1月から起きていることが1ヶ月ら早かったので なのでまあ結構影響を受けたんだけど今年はね年内はなんとかうまくですね抑え込めたので607という数字が出ましてこれはもしかしたら過去最高同月比だと過去最高かもしれないという数字になりましたということで年末年始は意外と人が動いたんじゃないかなって思いますその反動が1月以降に出てくる可能性が、ね、この数日かなりねその気配が出てきましたので ちょっと怖いいかなという気がしていますそして楽天トラベルの登録宿泊施設数もマイナスになっていたんだけどね3ヶ月連続ぐらいマイナスになったんだけど再びねあの12月1月とプラスになったのでまあここで落ち着いてくれればですねいいのかなっていう気はしています。 ということで、えー、まあね、今年変わりまして、えー、採石よくね、えー、スタートしたかったとこなんですけど、ちょっと出花をくじかれた感があります。ということで、えー、2月、3月、またどうなっていくかということで見ていきたいなと思ってるんだけど、ただね、まああの沖縄がね、今ちょっと大変なことになってきていて、であのまん延防止とか、えー、緊急事態宣言みたいなことは今後出ていくんだれば、またね、この数字が去年のですね、 この400万429万という1月2月の数字ぐらいまで落ち込む可能性がちょっと出てきましたのでここはねかなり問題です。これが401を下回っていうことになってくるとまあこのね、まあ、いわゆる2020年の4月5月の2 2 6 2 4十二まで落ちないにしてもですね 結構影響を受けてくるのでここら辺がどのぐらいで踏みとどまるかというとこが注目かなって気がしています。あとね、まあ、これにはそのコロナの感染者数とそしてワクチンの普及率というのが関係してくると思うんですけど、まあ、あのとりあえず2回までの人はほとんど、ね、8割ぐらい打っているので3回目のものが間に合うかどうか3回目のものがオミクロンに効くかどうか知らないんだけどあのそこがね鍵なのかなという気はしています。 はい。ということでですね、ちょっと、えー、今年に入って、また、えー、注目しなきゃいけない感じになってきたので、またですね、頑張って続けていきたいと思ってますので、えー、ぜひ次回もお楽しみということで、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。ネットベースアナリスト、横田修理でした。ありがとうございました。バイバイ。